非県庁の政令指定都市対決、最強の非県庁都市はどこか。川崎市、北九州市、堺市、浜松市。川崎市、北九州市、堺市、浜松市、いずれも府庁や県庁所在地ではない政令指定都市の4都市となります。県庁がないゆえに県の施設があまり置かれないなどのハンデを乗り越えて政令市になっている力強い都市とも言えます。この4都市で最強はどこなのか、やはり人口比の実力差となるのか、10連戦で確認していきます。1試合目、財政実質公債比率は堺市が強い。農林漁業売上は川崎が浜松を上回っています。出生数は人口差の通り川崎市が強い。工業はデータがありません。飲食店数も川崎市が北九州市にわずかに勝っています。小売業売り場面積は北九州市が強いです。川崎市が快勝、北九州市が2位。2試合目、15歳未満人口比は堺市と浜松市が並んで勝利です。課税対象所得は川崎市があまりにも強い。昼間人口密度は川崎市が圧勝です。小売業売り場面積は北九州市の勝利。一般診療所数は川崎市が北九州市に僅差勝ち。将来負担率はデータ不足です。川崎が快勝、2位は北九と浜松。3試合目、実質公債比率は堺市です。百貨店総合スーパー数は北九州市が多い。昼間人口比は北九州が唯一の100超えです。農林漁業売上は川崎です。卸売業年間商品販売額は浜松が川崎や北九州を上回っています。推薦人口比は川崎がほぼ100です。川崎、北九州、浜松が揃っての1位、堺が一人負けになってしまいました。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。人口で圧倒する川崎市が全勝スタート。拠点都市の北九州市と浜松市が追いかける展開です。堺市は勝ち点が取れずに厳しい序盤です。4試合目、運輸郵便業売上は川崎市が強い。財政力指数は川崎市が1を超えています。建築工事費は川崎市がダブルスコアの強さ。製造業原材料使用額は川崎市が堺市を上回っています。宿泊飲食サービス業売上は川崎市が強い。製造業製造品出荷額も川崎市が4兆を超えていて、4兆未満の堺を上回っています。川崎市が全項目勝利のパーフェクト。2位は北九です。5試合目、一般病院数は北九州市がダブルスコアの強さ。1万人あたりの指数も北九州市が多い。果樹地面積は浜松市が広い。農業講師は桁違いの浜松市です。15歳未満人口は川崎市が多い。歯科診療所数は川崎市が多いです。北九州市が圧勝、2位は川崎と浜松。第5試合終了時点の順位、前半終了時点で川崎が順調に勝ち点を伸ばしています。対抗馬は北九州市で2位以上を常時キープしています。浜松市も持ち味を生かして勝ち点を確保しています。堺市は川崎の下位互換のような能力で厳しい戦いが続いています。6試合目、医療福祉売上は北九州が川崎を上回っています。ゴミのリサイクル率は北九州市が強い。総面積は北違いの浜松市です。15歳未満人口は川崎市が強いです。製造業従業者数は浜松市が多い。飲食店数は川崎市が北九州市に僅差勝ちです。北九は快勝、2位は川崎。第6試合終了時点の順位、川崎との勝ち点差を1に縮めてきた北九州市です。7試合目、製造業現金給与総額は浜松市がトップです。財政地方税は川崎市がダブルスコアの強さ。小売店数は北九州市が多い。地方税は川崎市。ゴミのリサイクル率は北九州市が強い。小売業従業員数は川崎市が勝利です。川崎が快勝、2位は北九州。第7試合終了時点の順位、川崎が勝ち点を積み上げて首位を堅持しています。8試合目、
製造業荒付加活躍は川崎市が多い。一般診療所数は川崎が北九州新規に下がち、製造業事業所数は浜松市が多い。多重地人口密度は川崎が桁違いの強さ。財政実質公債比率は堺市が強いです。農業産出額は桁違いの浜松市。川崎そして堺が勝利。堺は初の勝ち点となりました。第8試合終了時点の順位、川崎が勝ち点20を超えています。9試合目、課税対象所得は川崎がダブルスコアを超える圧倒的な強さ。将来負担率はデータ不足。財政力指数は1超えの川崎。加重地入間人口密度は川崎がダブルスコアに近い数字。建築物数は川崎市が強い。卸売業事業員数は北九州市が上回っています。川崎が圧勝、2位は浜松です。第9試合終了時点の順位、全順位が確定しました。次が最終戦となります。最終戦、将来負担率はデータ不足。製造業有形固定資産は堺市が川崎市を上回っています。一般病院数は北九州市のダブルスコア。刑法犯認知件数の少なさは圧倒的に浜松が少ないです。製造業事業所数は浜松市が多い。製造業従業者数も浜松市が勝利です。堺市と浜松市が並んで1位となりました。全10試合の最終結果は出ました。川崎市勝ち点26、北九州市勝ち点19、浜松市勝ち点16、堺市勝ち点6。川崎市が圧倒的強さで7回1位を取っての優勝。2位は3回1位の北九州市。拠点都市としての実力を見せました。同じく拠点都市の浜松市は2回1位ながらも3位最多の6回で3位。堺市は8回4位ながらも2回1位の意地を見せました。非県庁の政令指定都市の序列としては人口や都市の性格を考えると妥当な結果になったかと思います。川崎市は病院や医者が少ない点が気になりますが、農業も含めて最強の非県庁都市と言えそうです。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。